はい、皆さんこんにちは。円岡のウェブチです。本日はレッスン 11-2 比較の ② のワークブックの回答をしていきます。もう少しで試験が始まりますからね、ワークブックは試すに少しずつやっていきましょうね。はい、それでは頑張っていきましょう。はい、それではワークブック87ページを見ていきましょう。はい、ではですね、A ですね。ではまず1番ですね。これは比較級&比較級ということでね、この繰り返しの表現ね、見ていきましょう。1番ですね。職を見つけるのはますます難しくなってきている。ますます難しくなってきているところね。はい。で、これは、ですね、difficult って難しいという表現がありますね。で、これが、まず比較級を作ると、more だね。more difficult to find a job。と言いますよね。はい。で、これがますますってことですから強調しますので、これを繰り返しましょう。more and more になりますね。なお、この it はね、この to 以下です。ね。形式主語ですね。はい。で、クイズは hard を用いた文にしましょう。はい、これは難しいっていう意味だね。これもね、ただハードの方はね、これは比較級の時は ER をつければいいですよねってことなので、 It is becoming harder and harder toFind a job となりますね。で、2番は the プラス比較級ね。はい。なんとかすれば、するほど、ますます、こうだというわけでね、なります。はい。では見ていきましょう。多く得れば得るほど、ますます多く欲しくなる。はい。で、この場合は多くってことですからね。はい、これはマッチですかね。で、そう考えていくと、これはマッチの比較級の more ですよね。The more you get。そして、ますます多く欲しくなるんですけど、同じですね。The moreYou want となりますね。で、クイズは懸命に働けば働くほどますます多く得るにしましょう。はい。で、懸命にとは一生懸命だからね、これはハードを使いましょう。で、比較級ですが the harder で働くんですから you work 多く得るですからね。はい、これはこの前の文を使いましょう。The more you get ですね。はい、このようになりますね。はい、では3番ですね。ジョンは3人の子供の中で一番年下だ。一番年下だってことは一番若いところだね。はい、ということは the プラス est ですね。young に est つけましょう。the youngest。で、3人の子供の中でとこなので、これは3人の子供というメンバーの中でとこなので、こういう場合はオブを使いますからね。ですからオブザ3チルドレンとなりますね。はい、ではクイズはチームの中で一番年下だとしていきましょう。はい、ですから3番ね、ジョン・イズ・ザ・youngest で、このチームの中でっていうのは、これはチームというこういう箱の中でってことです。はい、この場合はね、オブではなくて in を使ってきます。ですから in the team となりますね。はい、で4番です。
インドは世界で2番目に人口が多い。この2番目にって部分ね、はい、これはポイントになりますね。はい、でこれはですね、まず一番人口が多いという部分を作っていきましょう。ですから、ジョン・ハズ・ザ・で、ポピュレーション、人口なんですが、多いということなので、メニーとか使いたくなってしまうと思うんですが、実は人口は、これは、使うのはこれ、ラージなんですね。注意してくださいね。人口は、スモールとかラージを使いますからね。人口が少なければスモール、多ければラージを使いますね。で、一番大きいですから EST です。 The largest population in the world となります。で、2番目ですので、ここに2番目というセカンド入れましょう。 India has the second largest population in the world となります。では、クイズはアメリカ合衆国は世界で3番目に人口が多いという文を作っていきましょう。では、The US has the 3番目ですからね、 third ですね、 third largest populationin the world。 はい、となりますね。はい、では5番ですね。今度は最上級の強調表現ね、を勉強しましょう。はい、これは最上級の前に by far をつけていきますね。5番が、彼は日本で断然一番良いテニス選手だ。はい、でこれは he is一番良いテニス選手ってことですからね。The best tennis player in Japan となりますね。で、その前に、by far を入れていきましょう。He is by far the best tennis player in Japan となりますね。はい、で、次、クイズが、素晴らしい作家だと。ですから、He is by far the素晴らしい、グレイトですからね。グレイテストオーサーインジャパンとなりますね。はい、6番はワンノブを使った言い方ね。何々の一人とか一つってことね、なります。で、これは何人かいるうちの一つ、一人となので、必ず後ろは複数形名詞なのがポイントね、なります。で、6番が、上海は世界で最も現代的な都市の一つだ。上海 is、はい、ですから、one of the、はい、modern ですからね、これが現代的なという意味です。はい、もう一つつけましょうね。The most modern cities in the world となりますね。はい、で、クイズは最も大きな都市の一つだにしましょう。上海 is one of the largest cities in the world.となりますね。もちろんね、ラージェストはね、ビゲストでも OK です。その際はね、G が重なるところ注意してくださいね。はい、では7番、8番、9番ね、見ていきましょう。ここは、減給比較級を使って最上級を表す。これはですね、ロシアは世界で一番大きいという文を作りますね。もともとは、Russia is the largest country in the world。 一番大きいということね。はい、これをね、
アズ・ラージアズといった原型やラージャザン、ね、を使って比較形を使ってね、書き換えたりします。またラージャザン・エニー・アザ・カントリーなんていうね言い方もありますからね、はい、これを書いていきましょう。はい、7番が日本には富士山ほど高い山はありません。はい、これは No other mountain in Japan is、 ここに as がありますからね、 as high as Mount Fuji となりますね。富士山と同じくらい高い山は他にないってことね、なります。はい、で比較形を用いた文にしましょうってありますね。はい、これは No other mountain in Japan、 まだ同じね、 is higher than Mount Fuji ね。はい、こうなりますね。またマウント富士 is higher than any other mountain in Japan ということも言えますね。はい、で8番です。日本には釧路湿原よりも大きな湿原はない。このマーシュというのが湿原ってことかな、ね、ですから No other marsh in Japan is、 はい、大きいですからね、 larger than 釧路 marsh となりますね。でクイズは No other で始める比較形の文にしましょう。でクイズは原型を用いた文にしましょう。はい、ですから No other marsh in Japan is、 研究ですからね、 as large as 釧路 marsh となりますね。はい、で9番は琵琶湖は日本の他のどの湖よりも大きい。 Lake Biwa is larger than any other lake in Japan となりますね。クイズは No other で始める比較形の文にしましょう。 No other lake in Japanis larger than Lake Biwa となりますね。はい、それではワークブック88ページ Exercises 1を見ていきましょう。はい、1番です。括弧内から適切な方を選びなさい。 The older you grow ですから、年を取れば取るほどという the プラス比較形ですね。はい、そうしますとこれは答えはこちらですね。 The wiser you become、 ね、ますます wise は賢いってことですからね、賢くなるとですね。はい、2番は The princess became attractive。 attractive は魅力的ってことね、魅力的に became だからね、なったってことですね。はい、でこれは attractive っていう形容詞の前につくのは more ですよね。
はい、これは more and more です。はい、ますます魅力的になったというわけですね。3番は best studies the hardest。 はい、これはベースは一番一生懸命に勉強しているところだね。問題はこれね、in か of かです。私たちみんなの中でどうですね。はい、ってことはですが、これは答えはオブの方ですね。はい、これは先ほども説明しましたが、インは箱ですよね。箱の中で。オブはメンバーです。メンバーの中で。ですからこれは私たちみんなというね、メンバーの中ですので、これはオブの方になります。はい、4番です。She is one of the most successful。 はい、これは one のからね。で、これは世界で最も successful、 成功したデザイナーの一人です。ってことですね。必ずこれは複数形になりますからね。S がつきますよ。はい、ですから答えはデザイナーズのです。世界で最も成功したデザイナーの一人ですってことね。はい、5番です。I think this question is the most difficult of the five。 はい、私が思うには、はい、書こうしておきますね。そのクエスチョン、質問は5つの、もちろんこれは質問だね、きっとね。質問の中でとかね。The most difficult ですから、最も難しいところだね。はい。ってことは、この最上級の The most difficult を強調するものですので、これは by far ですね。で、very はね、最上級は使えなくはないんですが、その場合、語順がザ・ベリー・モースト・ディフィカルトというね、語順が変わりますのでね、このままでは使えませんね。はい、6番です。This shrine is the 何々 oldest building in this town。 はい、これは、このシュライン、神社は、はい、この町の中で、はい、これは3番目に、古い建物ですよっていう分だね。はい、もちろんこの場合は3番目というサラードを使いますからね。はい、このようになりますね。はい、では2番いきましょう。括弧内の語を適切な形にして最上級の意味を表す英文を観察しましょう。はい、では1番です。本州 is、 はい、これは一番大きな島とかね。ですから、the biggest island in Japan となりますね。アイランドは島ですね。2番が、Mickey Mouse is、 はい、これは世界で最も famous、 有名なキャラクターだよとかね。ですから、is the、はい、これは most です。most famous character in the world となりますね。3番が diamond is、 はい、これは any other mineral、 他のどのミネラルというのは、この場合はですね、鉱石って意味だね。で、 hard はこの場合は硬いって意味だね。はい、他のどの鉱石よりも硬いところだね。はい、これは形は最上級じゃありませんが、最上級の意味を表すものですから、比較級を使っていきましょう。
ですから harder than any other mineral となりますね。はい、4番が no other book。 はい、これね、これもやはりあれだね、比較級研究を用いて最重級の意味を表しますね。はい、これはハリーポッターシリーズ、ハリーポッターシリーズよりも私にとってインタレスティング、面白い本は他にないとこだね。ですからこれは more interesting ですね。はい、じゃあ次5番ですね。 No other desert in the world is 何々 as the Sahara desert。 これは as がありますね。ってことは as large as ですね。サハラ砂漠と同じぐらい大きな砂漠は世界に他にないってことだね。なりますね。ってことはサハラ砂漠が世界で一番大きいってことだね。で6番が No one in my family、 私の家族にはいません。 goes to bed。 はい、残がありますから比較級にしましょう。私の妹もしくは姉より比較級にしてきますから、 early は y で終わってますから y を i にして er ですね。earlier です。はい。No one in my family goes to bed earlier than my sister となりますね。はい、3番いきましょう。絵に合うように英文完成しましょう。1番ですね。The cheetah runs 何々 of all animals。チーターは全ての動物の中で、これは一番速くってことかな。走るというわけですね。ですから、これはザ・ファーステストかな。The cheetah runs the fastest of all animals と言いますね。で、B は The cheetah runs faster。 はい、これは faster than any other animal。 はい、これで他のどの動物よりも速く走るとことになりますね。はい、2番が He thinks time is 何々Precious things。 Precious のは貴重なってことね。ですが貴重なものということです。はい、ということは時間は最も貴重なものであるということですね。ですから The most はね、 The most precious thing となりますね。で、 B が He thinks nothing is 何々as time。 as がありますから as がありますね。 as と as の間は言及です。 precious。 He thinks nothing is as precious as time となりますね。3番は John than any other student in the class。 なんかジョンはすごいですね。なんか100点ばかりですね、これね。はい、ジョンはクラスの他のどの生徒よりもこれは賢いんですかね。ということはこれは賢いというのは英語でスマートって言いますからね。はい、ですから John is smarter、ね、言い方つけましょうね。はい、than any other student in the class となりますね。で、 B は as smart as ですからね、 John と同じぐらい賢い生徒はクラスにはいませんってことだね。ですからこれは No student in the class is as smart as John となりますね。まあもちろんね、これ student じゃなくて No one、 誰もいないってしてもいいよね。はい、このようになります。はい、それでは89ページの Exercises 2に行きましょう。4番です。各文の誤りを訂正し正しい文を書きなさい。はい、1番が The country is becoming the poorer。 The に比較級ですね。これはおかしいですね。これはね、その国は貧しくなってきてるんですね。ってことですから、これはますます貧しくってことですからね。 Poorer
And poorer というね、繰り返しにしてあげるといいですかね。テストの答えはこのようになります。 The country is becoming poorer and poorer となりますね。第2番です。 He has stayed in space longer than any other astronauts。 はい、彼はこれは in space ですからね、宇宙に滞在しています。はい、他のどのアストロノートというのは宇宙飛行士ですね。他のどの飛行士よりも長く滞在していますとなりますね。ただしこれはこの S がダメですね。ここは必ず単数にしますよっていうルールがありますね。はい、ここを直していきましょう。ですので答えはこのようになります。He has stayed in space longer than any other astronaut となります。はい、3番です。This is second the best record I've ever held。はい、これはですね、私がこれまで held ですから、もちろんこれはもともとは hold ですよね。私が ever ですから、これまで持っていた、レコードですか、記録だね。2番目に良い記録どうしたんですかね。2番目に はい、そうしますとこれは座の位置が違いますね。これはここではなくてこれはセカンド前ですね。 The second best record ですよね。はい、ですので答えはこのようになります。 This is the second best record I've ever held となります。はい、では5番です。日本語に合うように並べ替えていきましょう。1番です。彼は世界で最も優れた科学者の一人だ。はい、この一人だって言い方ね。ですこれは one of を使っていきましょう。はい、でその後に最も優れたですから theグレイテストサイエンティストだね。で、in the world と続きますね。ですので、he is one of the greatest scientists in the world となりますね。はい、2番は、そのグループの中では、彼がずば抜けて多くのファンを持つ。はい、このズバ抜けてっていうのは強調表現ですから、これはありましたね。 by far ですね。これを使っていきましょう。はい、でその後ろに最上級ですね。はい、一番多くのところですから the most fans となりますね。ですから he has by farThe most fans in the group となりますね。この the most の前にこの by far が入ってきますね。もちろんこの most は原型は many ですよね。3番です。健康は何よりも大切である。はい、これは主語は health ですかね。健康は is more important 大切 than anything else else が他のとこね、他の何よりもとこだね。はい、ですから health is moreimportant than anything else となりますね。はい、では6番いきましょう。日本語に合うように下線文に適切な語句を補いましょう。1番は、ティムは
チームで2番目に背が高い選手だ。はい、この2番目に背が高いってことね、なりますね。はい、で、背が高いっていうのはこれはトール使いましょうね。で、2番目ですからもちろんセカンド、ね、これを使っていきましょうね。ですからティームイズザセカンド、はい、トール、最上級にしましょうね、トーレストです。で、チームの中でですからインを使っていきましょうね、インザティームとなりますね。はい、2番、日が短くなればなるほどますます寒く感じる。はい、これはザープラス比較形を使ってますね。The shorter the days get。 はい、ですから後ろもザープラス比較形を使いましょう。ますます寒くです。ですから寒いっていうのはもちろん cold ですね。比較形にしますから colder です。で、ますます寒く感じる。で、これは、主語は何か書いてませんね。ですからこれは私たちが感じるということであれば we ですかね。もちろん私とかは I でもいいかと思います。で、感じるですから feel ですかね。 the colder we feel とか the colder I feel となればいいですかね。3番が、地球温暖化はますます深刻になってきています。この地球温暖化というのがこのグローバルウォーミングです。深刻にっていうのがこれ serious、 これですね、深刻なという形容詞です。はい、ですのでこれはなってきているですから、ここに is がありますね。ってことは become に ing ついて becoming ですね。で、より深刻になるってことですから、これはこの前に more をつけますね。で、ますますってことですから、これを繰り返しましょう。More and more ですね。Global warming is becoming more and more serious となります。はい、それだったら最後にダイアログライティングです。前のページのダイアログでこう言ってますね。Who is one of the most famous celebrities in Japan?はい、日本で最も有名な著名人、セレブリティーズ、くっつけたね。はい、の一人は誰ですか？北野武です。Tell me more about him。彼についてもっと教えてください。っていうね、ダイアログです。はい、じゃあこれをね、参考に書いてみてください。そうですね。はい、じゃあ先生はこう書いてみました。Who is one of the most famous athletes in Japan?ショウヘイ・オオタニ、Tell me more about him。 はい、今日もホームラン打ちましたからね、やっぱこれですかね。はい、皆さんもね、自由にね、書いてみてください。はい、お疲れ様でした。テスト前に焦って行うことないように少しずつ頑張ってくださいね。それではまた近いうちお会いしましょう。 See you。